私立ガンブレ学園。ガンプラの制作およびガンプラバトルに特化した人材育成を目的とした大規模学園都市計画の一翼を担う学園である。生徒たちは皆ガンプラを愛し、互いに切磋琢磨することでその技術と精神を磨き上げる。言語や文化の壁を越え、ガンプラが世界中の人に愛されるようになった今日において、この学園都市における成果が日本の未来を占うと言っても過言ではない。そのガンブレ学園の前に一人の転入生の姿があった。希望に輝く瞳、あふれる情熱に胸の高まりを抑えきれない。その手から生み出されるガンプラは、ガンプラビルダーの物語が今始まる。君、もしかしてやっぱり覚えてない？小学生の途中まで一緒だった三神楽ゆいだよ。あの頃よく一緒にガンプラ作ったりバトルしてたよね。懐かしいな。あの時は私の方がお父さんの仕事の都合で引っ越しちゃったけど、こうしてまた会えて嬉しい。そっか、転入生って君のことだったんだ。確か1個下だから2年生だよね。私は3年生だからお姉さんってことで。久々に会ったけど、期待させてくれそうっていうか、きらめきを感じるっていうか、この感じきっとニュータイプよ。人類の新たなる革新。ごめんなさい、ちょうど最近ガンダム X を見直してて、今日も結局朝まで。その君の冷静なツッコミもね。君みたいに外から来た人がこの学園を、世界を変えていくのかも。意味がわからない。今はそれでいいの。私、それじゃ何か困ったことがあったら相談して。私の方がお姉さんなんだから遠慮せずにね。いけない、ホームルーム始まっちゃう。君も職員室に急いだ方がいいんじゃない？またね。あ、そうそう、忘れてた。私立ガンブレ学園へようこそ。私が君のクラスの担任、相田シエよ。これからよろしくね。知っての通り、ここ私立ガンブレ学園は世界でも有数のガンプラバトルに特化した学園なの。組み立てから塗装、改造、仕上げまで、ありとあらゆるガンプラに関する技術が学べるわ。もちろん実践もね。残念ながらいつでも好きにバトルできるというわけではないのだけれど。そうそう、君以前住んでたところではガンプラバトルの大会でこの学園のレベルも高いわよ。頑張ってガンプラバトルのさらなる高みを目指してね。はい、みんな静かに。皆さんお待ちかねの転入生です。自己紹介よろしくね。仲良くしてくださいね。マジか、どのぐらい戦えんのかな。この学園に来るぐらいだから結構自信ありって感じ。というわけで、わざわざ普通の教室じゃなくこのバトルルームに集まってもらったということは、ということはミッションでその実力を見せてもらいます。おー、彼のパートナーは、そうね、コーラさん、お願いできる？わかりました。
クラス委員長の高良伊織です。よろしく。委員長がパートナーか、いいな、羨ましいぜ。あんた知らないの？委員長バトルになると。準備はいいですか？私はいつでも。それでは早速始めましょう。みガンプラバトルの経験があるらしいですね。とはいえこの学園のシステムだと勝手、念のため基本の操作だけ教えておきます。教えるまでもなかったかしら。では次に行きましょう。武器による攻撃です。攻撃は最大の防御。あなたもそう思わない？さあ、これで最後。EX スキルはわかる？
もっと楽しませて。そこまで。2人とも素晴らしいバトルでしたね。コーラさんも楽しそうでしたし、ビルダーパーツのセッティングが予想通りに機能したからです。それにしても2人とも強かったよね。委員長、ランキングの順位は2年ではトップクラスだよね。転入生も結構上位狙えるんじゃない？くっそー、僕もバトルしたい。みんなそう言うと思ってました。なので特別に、もちろん生徒会の許可も下りてますよ。ランキングにも影響ありません。おお、やったー。俺どのキットで行こうかな。僕の超改造したジオングを見てよ。それなら私のクシャトリアだって負けてないんだから。不思議そうな顔をしていますね。ガンプラバトルのためのこの学園で、みんなただバトルができるだけなのにこれだけ盛り上がっている。その理由きっとすぐに分かりますよ。
ちょっといいかしら。先生からこの学園の案内をしておいてほしいと頼まれたの。この後時間ある？即断即決即実行、さっきのミッションといい、あなた期待できそうね。それじゃ早速行きましょうか。この学園は広いから迷わないように、ファンデルみたいにちゃんとついてきて。ここはさっきも使ったバトルルーム、オンライン端末でガンプラバトルができるわ。ただし今は生徒会の許可がないとこのシステムは使えないことになってるの。ほんとバカみたい。行動ね。ここで全校集会をやるの。ガンプラバトルの大会が行われることもあるわ。グラウンドよ。ここは体育の授業で使ったり、運動部が部活で使う場所ね。あと行動では収まりきらない大人数のイベントとかではここを使うこともあるの。まあそんなイベントなんてめったにないけどね。この奥は生徒会室よ。一般の生徒が勝手に入ることは許されない。そういうことになって、生徒会の話はまた後でしましょう。ここでは誰が聞いているかわからないもの。これは第08ガンプラ部の部室ね。この学園にはいくつもガンプラ部があるの。それぞれ特色があって、連邦縛りやジオン縛りとかジオラマ派やスクラッチメインなんて部もあるわ。でも確かこの第08部はほとんど幽霊部なんですって。部屋の設備も古いしね。入るなら他の活発な部を進めるわよ。これで大体学園内は案内できたかしら。ん？何か騒がしいわね。なあ？なんか文句あんのかよ。だからそのパーツは僕の。ここに落ちてたもんだろ。それを俺が拾った。お前のだっつ証拠あんのか。無理やりぶつかってきたのはそっちじゃないか。それで僕はパーツを落として。ひでえ言いがかりつけてくれんな。おいお前ら見てたろ。ウィス、そいつがショウゴさんにぶつかってきたっす。一応聞いとくけど、お前ランキング何位だ。951。はあ、クッソ雑魚じゃねえか。ラプラスの盾のショウゴ様なめんなよ。そういえばショウゴさん、今ランキング何位なんすか。うっせえ、てめえらより全然上だっつーの。あ、はい、左遷した。けん、じゃあこのパーツは俺が生徒会に届けておくぜ。あの調子に乗ってるバカは森田翔吾、3年です。生徒会参加のチームラプラスの盾のメンバーです。ガンプラの実力は大したことないんですけど、ああやって群れるからみんな文句が言えなくて。ちょっと待って。気持ちはわかるけど、生徒会関係者に手を出したらこの学園じゃ。やめなさい。無理やり奪ったパーツであなたは胸を張って戦えるの？ユイ先輩。なんだてめえユイ、調子に乗ってんじゃねえぞこれ。そのセリフそっくりそのままヤタの鏡でお返しするわ。暁ガンダムの反射装甲ですね。美しい。てめえ、この俺様がラプラスの盾の一員だって分かって言ってんだろうな。あ？森田君、あなたチームのリーダーでもないのに自分で言ってて悲しくならないの？とにかくその子から奪ったパーツを返しなさい。ジョトレ、そこまで言うなら俺らと勝負だ。ちょうどすぐそこにバトルルームがあるしな。万が一負けたらこのパーツは返してやるよ。だお前にはスーパーフミナのコスプレで俺の言うことを何でも聞いてもらう。
リターンズバージョンか、それともアクシズエンジェルバージョンにするか、今から楽しみだぜ。へっへっへ。いいわ。その代わり約束は守ってよ。もちろんさ。ただしルールは G キューブだ。それ以外は認めねえ。あ、 G キューブは3-on-3、つまり誰か他におめえのチームメイトが必要ってこった。この条件飲めなきゃ俺様の不戦勝だな。もちろん今すぐだぜ。俺は気が短いからよ。あいつ汚すぎる。ユイ先輩に味方がいないことを知ってて。ちょっと、さっきも言ったけど相手は生徒会関係者だって。行くのね。分かったわ。私も覚悟を決める。ユイ先輩、私たちが参加します。チームに入れてください。え、あなたたち。け、そんな即席チームで俺らに勝てっかよ。さあ、ついに始まります。旧生徒会三神楽ユイ率いる急増レジスタンスチームと、現生徒会参加の実力派チームラプラスの盾森田翔吾との因縁のバトル。この声はまさか。そうです、私が放送部部長の釈野凛子です。バトルあるところに凛子あり。この場は私が実況を務めさせていただきます。なあ、本当にお前らはどこにでも出没するよな。たくしゃあね。じゃあ俺らがこいつらをぶっ倒すところしっかりと放送しやがれ。言われなくともバッチリ動画で全校に配信いたします。さあ、それでは白熱のガンプラバトルにレディーゴー。森田翔吾3年だ。てめえ、ラプラスの盾に歯向かったらただじゃおかねえからな。さあ行きましょう。ああ、待って、助けてくれるのはすごく嬉しいんだけど、君は G キューブのルール知らないよね。そうでした。転入生で G キューブを知っているはずないですよね。本当はじっくり説明したいところだけど時間もないし、簡単に説明するね。 G キューブは3対3のチームに分かれて得点を競う、この学園独自のバトルシステムなの。あと定期的にクエストが発生して、先にクリアしたチームには高いポイントが入るんだけど、クエストにも種類があって、単純に1人がバトルに強いだけで有利になるという話ではないの。敵の撃破、コンテナ破壊、隠れたレアな敵やコンテナを探すようなものもありますね。それから報酬のキープができる回収装置、キューブを使ったパーツ回収も重要ね。より多くのパーツを入手したければ回収を行いつつ、クエストもしっかりこなせということですね。そのあたりの状況判断は各自に任せるね。君は初めてのプレイで慣れてないところを申し訳ないけど、こっちでもサポートするからなんとか頑張ってくれるかな。とにかく敵を倒して奪って回収して、最終的にポイントが高いものが勝者。このバトルを制するには多彩な才能を発揮するニュータイプのごとき、ひらめきと力が必要なのよ。ええ、そうね。
子、急にキャラが変わったような、気のせいかな。全部蜂の巣にしてあげるわ。月が見えたわ。構造部部長、シャクのリンコ、本日も全力で命がけでバトル実況をさせていただきます。かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。おっしゃ、ボコボコにしてパーツ奪ってやんよ。怯えなさい、組みなさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。プレイヤー3、撃破されました。プレイヤー6、撃破されました。さあ次に壊されたいのは誰かしら。撃破されました。キアリも負けていられません。ちょ、マジかよ。奪い合うのはパーツだけではない。どちらのチームが先に多くのコンテナを破壊できるでしょうか。クエスト返したぜ。俺が片っ端からクリアしてってやる。プレイヤー6、撃破されました。プレイヤー5、撃破されました。面白い、ガチでやり合おうぜ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。始まったわね。さあ行きましょう。ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やべえ、クエスト忘れてた。次にクリアすりゃいいんだよ。次ダンクを教えてちょうだい。これより破壊するわ。チームブルー、ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア、一つずつ潰していきましょう。面白い、ガチでやり合おうぜ。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ通常の3倍のスピードでいきましょう。こんなクエスト一瞬で終わらせてやるぜ。エリア、最高ポイント獲得です。ちょ、マジかよ。
このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やべえ、クエスト忘れてた。次クリアすりゃいいんだよ。次見つけた、破壊の時間よ。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア。一つずつ消していきましょう。おっしゃ、ボコボコにしてパーツ奪ってやんよ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。ちょ、マジかよ。ガードが確認、これより破壊するわ。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。間に合わなかった。もっとことはエレガントに運ばないと。ふざけんな、こんなの認めねえ。認められないのはあなたの弱い心。勝負はついた、私たちの勝ちよ。約束よ、パーツを返して。キいるかこんなもん。ほらよてめえら、ラプラスの盾に生徒会に歯向かってこのままで済むと思ってんじゃねえぞ。ああ、おいお前ら撤退だ。へい。うわ、危なかった。ありがとうね、君と。高麗より2年です。好きなガンダムは第 08MS 小隊や0083、 最近ですとサンダーボルトなどが好みです。結構渋い趣味してるのね。バトル中はなんていうかすごかったけど。実はユイ先輩、私先輩のことずっと応援してました。今まで何もできなかったんですけど。そうだったんだ、ありがとう、嬉しいよ。君も巻き込んじゃってごめんね。いきなりでわけがわからないよね。その辺のこと一度きちんと説明しないとね。ここはちょっと人が集まっちゃったから場所を変えようか。